久保さん。まあ、あの、自分が全てですね。うん、まあ、あの、ですかね、例えば、トヨタっていうね、すごい、ですか、あの信頼、おける会社名だったとしても、対接するね、えー、営業マン、もしくは、接客するう受付のスタッフが、お客さんに対して、そうそうな体操をしたら、 あの多分トヨタであろうが多分きつい商品あの車をね売ることは難しいんじゃないかなと思いますねだから僕がその名刺を作ってないんですよねで名刺を作ってない理由としては結局僕一人だからですね <laughs> だから一応その会社っていうのは税金のあれで作って えー、結局、その会社で僕は売ってない理由は、まあ、僕が1人しかいないし、ただこれが、何ですかね、あのー、社員がいてスタッフがお客さんに対応するとかね、まあ、そういうふうな組織的な感じになればあー株式会社を選択したかもしれないですけどね、まあ、ずっと1人でやっていこうって決めたんで、結局、どんな会社だろうが、どんな会社名だろうが、どんな屋号だろうが、 結局、僕がお客さんに対応すると。一人でね。うん。なんで、まあ、僕は名刺を捨てたし、肩書きも捨てたし。うん。まあ。だ結局自分を売ってるって、商品を売ってるんだけど、結局ほぼ自分を売ってる感じですね、今ね。うん。だから一人でやられる方は、商品を売るより、自分を売った方がいいと思いますね。うん。ただ、 組織的にやるんだったら会社を売る会社の名に恥じないようにみたいな会社中心にこう何すかやるっていうのはまあ組織が動かす上で大事なことなんでそれはそれであれだと思うんですけど一人でやっていくんだったら自分を売るっていうのがまあ間違いないかなと思いますねいってらっしゃい